お茶ちゃ、お茶ちゃ、お茶の子サイサイ、お茶の水。<noise> やからみなさんこんにちはミヤビンでーす <noise> <noise>。はい、今日は、えー、新製品がなぜ高いのかについて。よしイエタ、ヒマじお願いします。お茶ち お茶茶お茶と言えばおじゃるまるなんだよよくわかんないいいじゃんよくわかんないやるよ疲れちゃったから疲れ切ったね今日の語りはこれで終わりにしますか、うんえー、いや過去一短いね <laughs> <laughs> まあね新製品、うん、なぜ高いのなぜ高いか、うん、っていうかなんだろうあのな,んてなんて言えばいいんですかね あのね、中華なぜ安いかもあるんですけど、うん、はまあねあのー、よくね、うん、なんだろうまあうちもさ、まあ、まだねひもアンプは出してないからひも、うん、アンプ、うん、ミニは2万円台で出しますよってその、うん、ねんで2万円台でって言ってるかっていう、うん、それ以下にできないかっていうのは、うん、まあ当然利益乗りますけど。うん あのねやっぱ新製品っていうのは開発費というのがかかってまして、うん、現状でもねもうね3台ダメにしてるってまあ、今4台目、うん、作ってて、うん、そのコストとまあ、今はねあのハンダ付けとか基板の方のやつはメカ長がやってるんで、うん、その人件費っていうのもさ、うん 当然メーカーさんだったら新しい製品を開発するのに設計部門だ、うん、開発部門だの人件費からそこのあれから、うん、で開発が3年かかったら3年分の人件費とか経費とか全部乗ってきて、うん、プラス開発する機械の材料費から、うん、あの全ての値段が、うん、例えば3年の開発に3億円かかってたら、うん、そのために機材入れたりとか。うん 人がやったりとか全部が3億円かかってたら当然その3億円は価格に乗ってくるのでそれを回収して初めて利益が出始めるのでだから新しいものっていうのは価格が高くなりがちなんですよ。みんなね原価だけで考えるんですよ。で最近そういうサイトも増えてんですよ。製品買っててバラして この,この部品いくら、この部品いくら、この部品いくら、この部品いくら。だから、この三万円の製品の原価は三千円ですよ。二、うん、万七千円儲けてますよ。うん、そんなわけないんですよ。うん、開発費乗ってるし、部品代はそうかもしれないけど、うん、あとね、皆さん抜けてるのが販管費、販売管理費。っていうのがありまして、うんえー、物を売ったり買ったりする、物を売るのにも、うんえー、販売管理。うん 例えば、あのー、EC サイトって売るんだったら自社の EC サイトだったら EC サイトの、うんまあ、委託するんだったら委託料とか、うん、サイトの制作代運営費サーバ代等かかってきたりあとまあ購入者の顧客名簿の管理とか配送の管理とか全部が価格に入ってるので、うん、でねよく言うのが中古の買い取り屋さん。うん 1>, 1万円で買い取ったのに3万円で売ってやがる 2>,、うん、2万円も抜いてやがる買い取って売るだけで、うん、まあその間にもその買い取りのスタッフの人件費載ってるし、うん、当然その買い取りの場所代も、うん、店舗でやってたら店舗、うん、それも載ってるし、うん、あと買った後にまあオーディオだったらクリーニングとかメンテナンスとかそういう費用が載ってる、うん、古道具屋さんとかああいうね今リサイクルショップだったら。 壊れたところは直すとか、うん、全部クリーニングかけるとか、うん、ソファーとかだったら業務用のクリーニングかけてまっさらにしてって言ってお金かかってるから、うん、買いい取っっったたおお金金プラス売ったお金の差額が利益にななてるわけじゃないんですようん、うん、そっから販管費とかいろいろ引いてやっと利益が出てくるんで当然高くなるのよ。それプラス新製品っていうのは開発費用っていうのがドンって乗っかってくるんで。うん だからひアンプも原価だけ計算すれば相当安く売れますよ、うん、ただ開発費とかそれまでの時間とコストがかかってるんで、うん、当然それは利益に乗っけてくるしそれが1万個売れるんだったら開発費を乗っける割合が減るけど、うん、せいぜい数十個しか俺の場合は売れないじゃん。そ、うん、したら数十個で開発費回収しなきゃいけないんで、うん、当然価格に乗っかっちゃうんで。うん ままあその辺をねいいろろなんでかっていうとねこの間ね全然知らない人たちに買い取りそうそうだからあのソフマップって秋葉原っていうか、まあ、日本で初なのかな多分初だと思うんですけど、うん、あの下取りとか中古の買い取りを始めてで下取りを始めたのよ、うん、パソコンとかで、うん、で俺は雑誌で。 編集長だったから雑誌でも初日本で初めてえっとソフマップで売ってる製品の,あの雑誌が出る直前の最新価格をまあデータベースまあなんて言えばいいんだろう商品管理のデータベースがあって家電量販店って毎日値段変わるじゃんそれのもうもう入稿ギリギリの印刷かけるギリギリの最後のデータベースとリンクしててその値段が自動で入るようなシステム作ったのねでそれプラス下取りっていうのを 車とかみたいに、うん、あなたのパソコン今アップルとかやってたらスマホやってんじゃん、うん、あの下取り出したらいくら引かれるとかあれをもうすんげえもう俺が20代の時から30年前かやってて、うん、であのあなたのパソコンはいくらで下取るから、うん、この製品はいくらで買えますよっていうのを始めてたんで、うん、まあそれもさそのシステム開発するのにさすごいお金がかかってるわけですよ。うん、だから 下取り価格が安いって言われたり買取価格が安いでもそれを中古にして売ってる時すごい高い、うん、それはコストが乗ってるから、うん、そんな利益なんてねあんま取ってないんですよ実は、うん、つか取れないのよもう販売管理費とかいろんなコストがかかっちゃって、うん、物流もあるし、うん、物流のコストも出てくるし特にねあのなイオシスもそうだけどまあ九州にあったり えっと新宿にあったり秋葉にあったりあとあそこ大津もあんのかなとか名古屋とか大阪とかに店舗があるとその買い取ったものを各店舗に回し合わなきゃいけないから物流コストもかかるじゃ、うん、まあねみやみも最近リアとかのとか抽選の発送してるからそれでも発送費用ってかかるじゃない、うん、それも当然乗ってくるから、うん、ああいうのはまあトラック1台とかでガってやるからいくら っていう発想物流こそかかるけどだから単純にもうねほんと分解したり、うん、その製品の部品ごとの原価を出して原価いくらだからいくら抜いてるっていう考え方はもうやめて欲しいなうん確かにね作り手側からしたらそうだよね、うん、普通に考えて。 で中国がなぜ安いかっていうと、これざっくり言います。いろ、うん、んなパターンがあるんで、うん、えっと、突っ込まれるのも覚悟でざっくり言いますよ、うん、ざっくり。わ、うん、かりやすく。うん、えっとね、中国の場合はね、まずね、開発費がほぼかかってないんです。うん、まあこれ言い方悪いけど、日本の技術者が流れて、日本の技術パクられてるんで、完全に。うん、で、そのパクった技術で作ってるし、うん、作ってる機、機械も、うん 日本のものだったり日本のパクって作った機械なんで開発費かかってないんですよ。うん、なるほど。だから安く出せる。うん、あと人件費が安いっていうのもある。人件費が日本とかより全然安いんで、えー、工場で働いてる人とかの人件費が安いっていうのもあるし、うん、開発にそこまでコストかかんないんですよ。うん、だから安く出せるっていう。プラスまあ前ちょろっと言ったかもしれないけど国から助成金とか出てるんで。うん え、さらに安くできるっていうのがあるので、うん、ね。ちょっと中国は特別です。じゃ比べる対象ではないのだある意味うん。中国だって。ちゃんと一から開発して何年もかかって出してくれば、それなりの値段になると思うよ。うんうん、で、助成金もなければうん、うん。だからその辺がね。結構開発にかかる。コスト時間費用。 含めててて価格に乗っっますよっていうお話なのでだから全く新しい製品って「これ高いよ!」ってみんなねそういう声よく聞くじゃん。かかで,で売れる個数の見込みっていうのも当然販売計画で立てるから最低何個売れるんっていう仮定をして今までかかったコストを乗っけてじゃあいくらで売れば。 利益取れるねっていう計算のの売るのでで、うん、それで定価とか決まるので、うん、まあそこを分かっていただけるとという、はい、まあもっとね家電量販店の経営者にいたものなんでねそうじゃんそうあらゆるプロだからう、ね、そういうのがあるので、はいえー、ご理解いただけるとということで私も考え気をつけよう、うん 洋服とか特にそ<う>なんでこれが<う><か>こんな生地さ100円で売ってんじゃん、うん、それにさプリントしたって1000円なのになんで3万円で売ってんのとかいう考えはやめましょうただファッションの場合はブランド量のおるかただそのブランド量っていうのもそのブランディングして、うん、まヴ、あ、ィトンでも何でもいいよ、うん、そんだけの価値をキープとかそこまで行くまでのお金と<ー>行ったあとそれをキープし続けるお金、うん、だって 彼らは捨てちゃったりタグ外してせい、うん、でタグ外して、うん、なんかアウトレット系っていうかタグがないほ、うんとはヴィトンのだけどヴィトンって言わずに売るお店とかに流して、うん、まあ今さあの SDGs とかさ、うん、エコとかがあるからさ、うん、あのやってるけど、うん、もうそのブランドイメージを保つために散歩ないお金かかってる、ねうん、それは当然製品に値段乗ってくるから。確かに だそこまで考えていただけるとなというちょっとねあのメーカーたまにはね、うん、メーカー側の立場でも <laughs> ものを言わなきゃと素晴らしいねこのチャンネル <laughs> い,ろいろんな立場から言いますんで僕はいろんな立場経験してるんで、はい、なのでねだからそうよあのレースだって、うん、レースのバイク、うん、まあ元はさ、うん、100万とか200万のバイク使ってるけど、うんうん そこから開発してるからもう開発コスト入れたらそのバイクは軽く数千万いくんですよ1台。それでレースやってるからだからそのバイク200万すよねとかいや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 ってなるしなんかね結構やっぱ見えないコスト皆さんが分からなかったり見えなかったりただうちの主人さん製造側の方も多いしメーカー側とかあと物流の方もいるんで多く。 どんだけコストかかってらね送料無料っていうのも本当はね失礼な言い方で物流やってる方々からすると、うん、送料当社負担が正しいんです<ー>送料無料って言われちゃうともう自分が例えば佐川とか大和やってるとして、うん、送料は無料ですって言われたら自分たちの仕事が無料だと思われてるた働きみたいな感じか、うん、気持ち的にはだからそこまで考えるなら本当は送料当社負担。 って言った方が、だからなんかね、最近ね、リスペクト足りないね、<で>うちの国。CM やばいじゃん、送料無料とかさ、うん、めっちゃそう声出てるよそうそう。あれはね、実際物理やってる人たちね、頭きてんだよね。俺もだってヤマトとか兄ちゃん仲いいのいっぱいいるじゃん。うんうん、だから結構愚痴聞くんだけど。あ、そうなんだ。だからね、もうちょっとね、なんかお互い理解したり、リスペクトしたり、分かり合える国にしましょうよ。うん、いい加減。 なんか話それたけど、うん、そんな話ですよ。はい。うん。というわけで私はドランシ。<laughs> シュッシュッシュシュ。行って。今日ぶつけるね。<laughs> ういう今日ひもんじこれで2回目よあのぶつけてんの。<laughs> まあでもさ確かにね、ほんと尊敬っていうのは大事ですよね。もうどんだけ仲良くても尊敬していれば何かしらこうなんか自分のねこのマインド面も変わってくると思うし、すべてにおいて尊敬は大事ですよねって。 思いますそれ私もずっと思ってるなって感じかなもっと尊敬していきますもうなんでこの洋服こんな高いよーとか思っちゃうけどよくよく考えてもその価値はあるよなって思ったらねまあよくひもじゅう言ってるけど人生一度きりだからねそういうのはね考えずにねもう直感に従って買えとか言ってるからねそういうことだよねもう全部は意味があって値段も決められてるし設定されてるんだなって思うよねはい思いましたお入り <laughs> 終わり。<laughs> 終わりです。はい。皆さん、今日もありがとうございました。よかったら、コメント、と高評価、チャンネル登録、お願いします。じゃあねーん。